我が夏沖縄は、琉球海運が運航していたフェリー。ゴールデン沖縄の大船として、再機重工業で建造され、1991年2月に、就航した。2006年9月18日、老老貨物船、我が夏の就航、琉球海運の旅客営業の終了により引退した。その後、韓国に売却され、アジアイノベーターと改名して、 ローロ貨物船として運航された。2015年、インドネシアに売却され、ムチアラパウサダ3として就航した。船首船橋船引き間室型の旅客船兼自動車、都船である。ランプウェイは、右原則船守備の2カ所に装備していた。並列煙突となっているが、左舷のファンネルはダミーであった。1993年10月23日、20時17分頃、 那覇港へ向かって大阪港を出港した元船は大阪東大の西南西約8.8回りの地点で初機一番シリンダがシリンダライナーに焼き付き燃焼ガスがクランク室に吹き抜けて爆発クランク室の安全弁から噴出した爆発ガスで火災警報装置が作動した初機は自動緊急停止し本船は航行不能となったが来園した引き船により 岸壁に戻された。事故原因は、出港前に実施した手記の潤滑油産事故式の開放整備で、復旧時に内部の点検が不十分で、ウエス1枚が取り残され、手記の運転により、主軸樹の上部に流入、ピストン冷却とシリンダ注油が阻害されたため、であった。また、操打室では、手記関連以上の警報ランプが点灯していたが、 警報内容の確認が不十分で対応が遅れたことも一因とされた。2001年8月18日、18時20分ごろ、那覇港から鹿児島港へ向かっていた元船は、佐田岬灯台の西南西8.0海里の地点を、航行中、手機排気集合管の7番及び8番シリンダ管の伸縮継手が破損、発生した破片により下級機が損傷し、 冷却清水が噴出した。本線は手機を無下級運転とする応急処置により低速で航行を再開19日8時10分に鹿児島港に入港した。事故原因は手機廃棄集合管の伸縮継手の修理を行う際、修理業者に材質、寸法、溶接方法などの指示が不十分で、修理した継手の内筒の強度が設計より低かったため、 熱応力などにより内藤の変形及び疲労が進行したため、とされた。ありがとうございます。